ようかな、今月はちょっとあれして、デイベだけにして、うん、所詮綺麗になっても作り物天然物にはかなわない。でもさ、うなぎってさ人工の方がうまかったりするらしいじゃん。ハート1号3個、あーきーちゃんありがとう、きーちゃんナイス、ありがとうございます。ねえ、うなぎ人工の方が美味しかったりするよね。あ、いちごふわっち、きーちゃんナイス、ありがとう。うるせえんだよ、偽物とか本物とかさ。ねえ、天然とか高いから、味変わんないから、偽物も天然も変わんないから、うまければいいから。福ちゃんかわいいね、福ちゃん、うまければいいんだって。気にしないでしょ、あの国産とかさ。可愛くなれば別にいいじゃん。そう、古い考えは やめてください。いや、悪い言い方じゃん、だって偽物天然にはかなわないからなって。別に害があるわけじゃないんだから。ただね、整形失敗がメンタルに来るっていうか、ダウンタイムはマジで頭おかしくなるね。あの、分かんないから、腫れが引くまで、これがあのギャンブルに勝てたか勝ててないかってことは。カルマも考えると、整形する来世もちょっと分かんない、難しい。奥二重は太ってたら、あのダイエット、私奥二重だったんだよ。みんな、あのちょっとね、ツナちゃんと、ね、似てて目がね、太ってた頃、あの痩せたら、あのくっきり二重になった。私ね、奥二重でした、奥二重。ダイエットしてみても無理だったら、まあそうだね、脂肪吸引じゃない、まぶた。ダイエットでかなり変わるよ、顔もね。ハニーちゃんも寝室行っちゃった。ハニーはね、そんな前に興味ないからさ、寝室が好きだから。福ちゃんで、福ちゃんってあの100日後に死ぬワニにちょっと似てて可愛い、アニメキャラみたい。今日は4月でしょ、うん、そう、は服もちょっとアニメ顔なの。あとはクマのプーさんとかにあのいそうな顔だよね、デザインが、顔のデザイン。いや、私ちょっとさ、その鼻プロテ入れたことによって目が近くなっちゃったの分かる？これもどうにかしたいんだよ、目が近くなった気がする、中心に寄ってる気がする。これあの牛の爪ね、うん、あのそうそう、中心顔ね、球心顔。お前あの目頭もやっただろって言われたけど、あのプロテ入れると目寄るからね、目が。気をつけてね、みんなも入れるとき。福ちゃんもういいんじゃない？もう休憩じゃない？
れたっしょ。まだ噛みたい、まだ噛みたいの。いや、噛みたいんだったら噛んでもいいんじゃない。ただね、これずっと一生持ってろよって言うからめんどくさい。これ持ってろって。これ私が持たなかったら多分やるんだ。自分でできんだ。足、手がね短いからね、自分じゃでもすぐ飽きちゃう。やんできない。いや、もうやめた方がいいよ、福ちゃん。豚のひづめが臭いんだ。あの、そうそう、牛の爪だからかな。全然無臭でさ、あの無臭だとね退屈みたい。退屈みたい。そうそう、本能だね。あ、そうなんだ。豚のひづめ買えばよかった。私臭いの探してたの。前に春子さんにもらった爪がすごい臭くて、もう福ちゃん超喜んでたよ。なんかあそこからなんかピンクのあれが出ながら噛みまくってた。興奮して。そう、犬はね臭いの好きだからね。臭いのが、いや、もう全部噛んじゃった。それもう全部食べちゃった、福ちゃん。福ちゃんだけ可愛がってるとかじゃない。ハニーはもうおばあちゃんだから。疲れるんだよ。12歳だから。ね、あの、綺麗だよね。入れ墨入れてると、長くやった方が、綺麗なの。ただ、入れ墨、しようかな、韓国で。あ、綺麗。30分行きました。で、クリーム塗って、ニキビ跡、いや、眉ニキビとかないけど、そばかすがある。そばかすが、ちゃんと保湿して荒れちゃうからね。で、これね、これ眉が使ってる、エピラットっていう、これずっと使ってます。これ
これは産毛用の、あ、脱色クリーム、腕足用で、あの緑が普通のやつで、普通肌用で、紫が敏感肌用。これ敏感肌用ですね。紫がいいよ。あのヒリヒリしない、長時間やっても。これ2つで、2つっていうかこれで1セットなんだけど、800円ぐらいかな。 1年持つ。1年、エピラット、これ1年持つ、800円で。眉止め、そう、緑痛いでしょ。あの私40分ぐらいさ、あの染めちゃうからさ。あ、リニューアルしたんだ。紫がいいよ、肌に。ジョン、緑10分が限界。使ったことないけど、まあそうだろうなって思って紫にした、最初から。いい感じじゃん。よいしょ。あ、ねえねえねえ、そうだ、あー、みんな残念です。この前さ、友達にね、あ、友達と会って、これめっちゃ よくてさ、友達から買い寄せたんだけどさ、これめっちゃいいから 買ってほしいんだけど、あの私これもう次、あのマンスリーとかで、あのトップ10の子とかにこれ配ろうと思って、これ私あの30箱買いました。これ30箱買っちゃった、あまりにもよくって。プラセンタジェル、人プラセンタジェル、なんかみんな眉さ、なんかちょっと肌荒れてたじゃん。これ 肌荒れにもよくって、なんか肌綺麗になったっしょ。やばい、こよくんみたい。こよくん、そう、これいいよね。リエトツに間に合ったらこれ配ってもよかったんだけど、多分間に合わない、在庫が。間に合わないわ。だ、いいって。大阪、そうそう。まあでもネットで買えるけ、ネットで買えるから、ね、あの気になった人ネットで買ってみて。ネットで。あの。これね、美容皮膚科のやつだから、あの美容皮膚科で買ったらもっと高いからね。あのヒトプラセンタジェルでネットで調べて、あのヒトプラセンタジェルネットで、でそのミニラさんも使ってるらしい。なんかね、これ塗るとなんかね、あのグググググってなる。なんかね、引っ張られてんの、肌が。あの即効性がある。なんかね、あれみたい、なんかね、浸透力がある。その話、ミニラさんに似てんね、オールバックにすると。で、私今日寝不足だからさ、目の下のクマ、あ、本当だ、ミニラさんみたい。これミニラさんもおすすめらしいよ。ね、私なんで NG 解放したかっていうと、今日なんかツイキャスでめちゃくちゃ荒れたのね。多分私が永久ブロックしてた人たちの逆襲だなって思ったから、ちょっと解放してみた。
一回和解しようかなって思って、やめて女版ミニラとか嬉しくないから。30分だけやったの、あの朝メンテナンスだったから、ソフワッチがめちゃくちゃ荒れたんだけど、多分あの私ね A 級ブロック100人ぐらいいたんだよ。私すぐ解放するのも良くないなって思って、あのすぐ解放しちゃったら意味ないじゃん A 級の。だから溜めてたんだよ一周、それじゃ100人ぐらいで、多分その逆襲だったかもしれない。寝不足です完全に。今日悪夢見てね、悪夢見ちゃってげっそりしてる顔が。さっきのヒトプラセンタジェル、あれマジでおすすめですね。今年で友達に紹介してもらった中で一押し来たね。あの私たるみ型なんですよ。なんでかっていうと、あのやっぱガリガリにもなったし、まあ、拒食と過食繰り返してるから肌のたるみがすごくって、たるみに良かったけど、あとは肌荒れにもいいんだって。アマゾンで買ったら高いと思うから、ヒトプラセンタ、あのネットでヒトプラセンタジェル、あのヒトプラセンタジェルネット販売ってググってみ、安く買えるから。本当だったら1本 3,4,000円なんだって。1000円ぐらいで買えるからさ、買ってみて。ただあの眉みたいに30箱とかあの買わないと、1本とか2本で買うと高いかな。そうだから私あの30箱買ったの。それであの配ってもよかったんだよ、リアトツとかでね。ただ間に合わないわ多分うちに届くのが。そうそう、みんなで、そう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 、え敏感肌大丈夫？前も敏感肌だよ。えってかめっちゃ漏れてる気がする、眉毛染めたら。でね、あのさ、リアトツ町さ、22日かゴールデンウィーク、どっちがいい？22日の土曜日でもいい？雨降ってなかったらね、会いに来てほしいな、会いに来てほしい。ゴールデンウィーク、あそう、これ脱色だからね、脱色。ただ私アートしてるから、アートしてなかったら、あの40分もやったら眉なしになっちゃう。だってさ、うん、ほら見て、爪でこうやってやると見えないっしょ。さすがに40分もやっちゃうとあのなくなっちゃうわ、アートしてないと。アートしてない人で染めるんだったら、あの毛が薄い人は10分とか。でもエンディさんとか、あのすごい毛が濃い男性とかは1時間やった方がいい。エンディさんは入れ墨してないけど、ああいうこう毛がしっかり、よっさんとかああいう人は1時間やったら眉みたいな逆に綺麗な感じになる、入れ墨の形。そうエンディさんにも教えてあげたの。えだからこれ脱色だから色選べないっていうか、選べるよ。例えば5分あ、まあ10分とかだったら焦げ茶だし、焦げ茶10分でいいよ。だからそう、よっさんとか超綺麗になると思う。あれは1時間だね。
エピラットね、眉が使ってんのエピラット、1000円もしないから。前はね薬局で売ってたけど、もう売ってないね、もうネット販売だね。いや売ってるとこ少なくない？どれくらいの、2週間に1回、2週間に1回が一番あのキープできる。24本で1本500円で買える。え、なんかそうそう、あの値段が結構変動するの。あの500円で買えるんだったら、本当に安い時、あの1プラセンタジェル400円で買えるよ。1本400円で変動するからね、値段だ。それ狙って買うのもいいんじゃない？400円の時狙って買うのも。あのさっきの1プラセンタジェル確か30箱とか、そうそうそう、変動するよ。あ、カズマさんいらっしゃい。で、なんか私いろんな口コミ見て、あれ美容液ジェルなんだよね、美容液なの。あ、じゃあもう一回塗ってあげる。さっき塗ったけど、眉優しいから。これね、これひとジェルで、で使用するときは、ちょっと待って、三脚するわ。そう、あのこれ傷にもいいんだよ、傷にも。ちょっと待ってね。そう、これね結構すぐなくなると思う。で、1回1センチ。これね、水色のジェルなの。これ1センチね。これで OK。なんかね、これね、何でもいいらしい。で、本当になんかこう引き上がるからさ。あ、確かに歯磨き粉みたい。なんかね、塗った瞬間、あ、で、顔あの洗うじゃん。一番最初にやって、え、なんかね、臭いですね。一番最初に、え、これね安くてっつうか、本当だったら高いんだよこれ。これ、ま、マジでこれすぐなくなるよ。やばいな、私これまだ4回しか使ってないのに。だから言うて安くないかな、多分。下手したらスキンケア多分これ1週間とかでなくなっちゃうかも。1週間で。だからこれで逆に1000円って買ったんだけど、友達から。高いと思うよ。だから400円で買った方がいいと思う。あので、これあのほら首とかね、たるみ、首とか使用期限が確か2年、使用期限。これ英語だから分かんない、うん、いや違う、ぼったくりじゃない。だってこれ3000だよ。だからこれ超高いんだって。超高い。超高い。これで3000円で、1週間で3000円でなくなる。あの美容皮膚科で買ったらね。いや、ボッタとかじゃなくて病院で買うとその値段なんだよ。それがあの ネットでその買ったら
まあ大体、まあ、平均が1000円で、だけど30箱で430円とかで買える時があるから、それで買って、多分じゃあ私調べてあげるわ。じゃあネットにじゃあツイートしてあげるよ。うん、あのちゃんとしたあの、まあ多分まあ偽物もあるのかな、あるのかもしれないから、ちゃんとしたあの販売者、うん、とか、ほらこの手の甲とかね、ちょっと眉あれだから、こういう手の甲、こういうところとかに、でこれ塗った後に10分放置するんだって。なんかね、いろんな、 なんか友達がいろ口コミ調べて、なんかどの順番で塗ったら一番なんか効いたって、そう突っ張る感じするよね40号さん。あの最初に塗ってこっから10分放置で、10分経ったらこっからいつものスキンケアの順番でいいみたいですね。これね、これで、ちょっとこれね臭いからね、苦手な人は苦手かも。臭い、これ薬の匂いっていうか、嗅いだこともない匂い、臭いよ。なんだろう、なんか臭いね。いや SK2 の方が臭いかな。 SK2 ってなんか納豆みたいな匂いするんじゃん。なんかわかんない、嗅いだこともない、あ、なんかあの車にさ、あのなんかさ葉っぱみたいなさあんじゃん、あの何かに匂い付きの葉っぱみたいなさ、あれ真夏とかに置いてあるとめっちゃなんかゲロっつうかさ、臭い匂い、わかる？真夏のあの葉っぱのなんか飾りの匂い、わかんない？車の匂い消しの葉っぱの飾りプラ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 してる、あれ真夏のムワってしてる中に嗅いだ瞬間の匂いに似てる。ゲロッツ、なんかそうそう、ドン・キホーテとかに売ってるよう なんかそんな感じ、うん、おでこに脂肪注入はしない方がいいんじゃない。なんか前の友達が脂肪注入、どっちだっけな、ヒアルロン酸だっけな、おでこにヒアルロン酸入れた子がいて、なんかそのおでこって一番上じゃん、で重力に逆らえないじゃん、あのおでこに なんかいっぱい入れたらそれが下がってきちゃって、あのヒアルロン酸とかこのまぶたに流れてきてパンパンになっちゃって、あの超悲惨だった子いた、重力で下がってきちゃって大失敗、入れすぎちゃったんだろうね多分。でなんかしかもなんか院長にもぶっちゃけそのなんかヒアルロン酸そのおでこをに入れるのってどうなのみたいな聞いたら、人工臭くなるって。あーそうかもしんない、ダウンタイム、そうだね、もう深夜じゃん、なんか集まってるね、なんでだろう、ずっと前がラジオだったからかな。